ということで今日は上福本直人選手そして丸山雄一選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。盛り上がってもらえますでしょうか。盛り上がってきました。お願いします。お願いします。お二人がものすごい仲いいって聞いてお二人で来ていただきました。仲いいですけど、いや、わかんないダメ。仲いいですけど、仲いいですけど、言っても、あれなんですよ、同い年で、大学の選抜とか、チームが一緒になった時間っていうのは、そこまでめっちゃ長くはないんで、これからまだまだエピソードを作り上げていこうっていうタイミングだと思うんで、今年に関して。今ね、2人の序章が始まったって感じですか。そうですね、お互いをどういう感じかって見始めてる感じ。ジャブってどのぐらい返ってるかなっていうのを言いつつあ、それと今手応えはどうなんですか。いや、若干押されています僕が。そうなんですか。そんなもんねあ、そういうことですか。だから大学の時に選抜とかで一緒になって知り合いだったっていうのを聞いたんですけど、はい、まあ、短期間じゃないですか選抜も、はいはいはい、だからその時間では、まあ、僕なんかはもうこんなんなんで、こんなんて、いや小さかったんじゃないですか大きくタイプではないけど、確かに大きくはないけど、あの大学 の, その選抜っていうのも、そのユニバーシアードの候補の合宿だったん で, でそれ僕は候補までは一緒に帯同させてもらってたんですけど、本戦とかまでは行かなかったん で, でもうご存知の通り丸山選手はいやいやいや、まあ、バリバリおなじみの、はい、そのユニバーシアードで優勝してたよね。優勝してっていうところまでやっぱ行かれてる方なんで僕とだからもう小さいっていうんじゃなくてもうこうですよ。いやでもその当時からこうだったんで、はい、もうそんな僕はもう下からこう見上げるような形で丸のことをこう見るような、ただ結局今ここにいますからね。そうですか。今、まあ、最終的にはこう、ここはそう若干こう2年目じゃないですか。いや、まあ、ちょっとね、それは先輩なんで、先輩なんで、はい、じゃあちょっと風吹かしていきますすごい選手になりました。そうです。やっぱその僕らの世代ではやっぱりそのセンターバックで、そのしかも左利きで、こうなんていうのすごい目立つ存在だったんですよね。へ、はい、いやもうそのなかなかセンターバックでなんか左利きでっていうのって結構珍しいじゃないですか。そうですよね。だからそういう貴重なこう選手で、まあ、しかもそれにちゃんとサイズもあって、もう自分たちの大学の中ではもう、そうそう、いやもう思い出させないから小さい。ごめんなさい、続けてください。引っ張らないでください。だから本当見上げるように。な存在でしたね。いやいやいや、そんなそんな見下げてはないですよ、ね、見下げてないです。見下げてないどう本当身長同い年だし、身長同い年、身長同い同い年だし身長も同い年だし、え、じゃあ今のは今なんかちょっと出た、今どっちですか。今これわざとギャグちゃう。身長も同い年です。まあもう一回ぐらいあると思うんで。あ、なるほど。今あえての身長同い年。いや、あえてよかった、拾ってくれて。あぶねあぶね、まあ、進めていったら、うん、まあもしかしたら身長同じですか。同じ、いや、ちょっと丸の方がでかいですよ。俺182なんで、丸の方が多分2、3センチぐらいでかい。まあ、2センチ大きかったっす。あ、でかいですよ。そうなんですか。丸だってもう見たら分かるじゃないですか。スタイルなんかこうスラーと。見たら分かるじゃんはもう。見たら分かるじゃないですかって。見たらいや、スラーっとなんかもうしてて。なるほど、スラーとしてる、ね、腕も長くないの。なんすかそれ腕も長いし。腕も長いし。え、でもなんか言われてない、なんか結構。え、言われてない言われてない。俺かな、じゃあ周りで喋ってたのを聞いただけかな。あいつ腕長いなみたいな。いや、なんかこうあのスラーっとしててみたいな話から、なんか腕も長いしみたいなのがどこでそんな話になるのいや、ロッカーで多分そういう話っていうか、だから山、それこそもうちょっと話発展しすぎちゃうんであれなんですけど、どうぞ。その同い年のその間柄に山村も、そのだからさっき言った選抜のところに、そうかそうか、だから僕とその山と、その僕と丸っていうのは言ったらそのなんていうんですか、境遇で言うとほぼ同じような感じなんですよ。だから選抜でしかチームメイトになってないっていう、あ、なるほどね。それがそれぞれバラバラだったけど、そうです、で、まあ、このタイミングでっていう話なんですけど、この2年で最初は山とこう、このチームで一緒になって、で今年に関しては山がいなくなったと思ったら丸が入ってきて、いやでも同い年は貴重っすよ。え、そうなんですか、やっぱりそうですか。いや、めちゃくちゃ貴重っすよ。どういうことで移籍この年でしてきたから、分かんないじゃないですか、
分かんないですし、聞きづらいですね。聞きづらいし、うん、絶対周りも気使うし、うん、入ってくるって決まったタイミングで、はい、連絡して連絡もらって、でいついつ自主トレやろうって言ってくれたんで、はい、で本当なんか着きそうになったら連絡ちょうだいって言って、はい、連絡くれたんですよ。着きそうってどこに？あ、ここにクラブハウス、はい、はい、全然出ないんですよみたいな。俺初めてですよ、僕の車どこ止めていいか分かんないから、ルールとかあるかもしれないじゃないですか。すぐど真ん中でずっと待ってました俺車で。え、結局電話出なかったんですか？出なかったっす。いなかったっす。いなかった？はい、どこ行ったの？ちゃんとでも訳があってそのトレーニングルームに携帯持ってあのトレーニングしとこうって思って。そりゃそうですよ。でももうちょっとトレーニングなんか始まりかけみたいな感じでそのタイミングだったんですよ。ちょっとこう早くしちゃって、あ、じゃあ違うわ、ちょっとその自分が別でそのなんていうんだろう、トレーナーさんとちょっと、いつもやってることがあるんですけど、そこにやっぱ選手たちがわーっていて、でそこでちょっとだいぶ言い訳長くなりそうな感じで、ね、すごい言い訳、全部聞いた方がいいです。そう、オフの立ち上げだったので多分挨拶とかやっぱあるじゃないですか、はい、そんなのパーってやって、はい、でこうやって気づいて、はい、あ、携帯まだ鳴ってないかなと思ったら、やっと携帯来た、やべ着信あった、うん、そっちよりこっちじゃないですか。もう挨拶なんか大事だけどさ、私は気になりますね。なんか大事だけどさ、ついたら電話来るですよね。そう、まあそうですね。ちょっとまあでも僕にだいぶあの日はあると思うんですけど、ちょっと一応そういう、なんか攻めすぎたみたいな感じなんじゃない？あのちょっとなんかごめん、はい。いやいやそんなの全然。ちょっと悪者になって。なんかごめん。いやいや僕に日はあるんですけど、そんな。もういいですこれ。次いけないから。はい、じゃあ切りましょう。であの時はごめんって話。なんかごめん。ここで今わだかまりが解けて本当に良かったです、はいはい、ちょっとあのお互いのキャラクターを紹介してほしいなと思ってたんですけど、先に丸山選手から見た上福本選手のことをどんなキャラクターなのかっていうのを丸山選手はどう思ってるかって教えてもらえます。ピッチ内、いや外です外です外か、はい、外でいいんだ。外ですよ。困ってるよ。いやな、でもやっぱこの年になると、うん、やっぱいじられてなんぼっていうのもあって、はい、逆にこういじられないとこの世界に残っていけない感じもあるんですよね、僕的には。すっごい深い話ですね、それは。いや、まあ、アキさんも、うん、案外いじられたりとか、うん、自分から喋ったりとか面白いこと言ったりするし、まあ、ゆうくんはもう別に言うことない感じじゃないですか。 いじられる人って感じです、はい。そういった意味で言えば、うん、神もしっかりといじられてるから、うん、なんかこうなんか僕はなんか羨ましいなっていうふうに思いながら、これがこう2年目と1年目の坂っていうのをそんなことないよ、ね、そんな自覚ないですよ、僕に関しては。丸山選手はそんなにやっぱいじられたいっていう思いが強いんですか？いや、いじられたくないですけど、いじられたくないですけど、ちょっとはいじられないとっていうか、チームの輪に入っていけないのかなっていう感じがあるので、そういった意味でも、うん、フロンターレでいろんなことやらされ、うん、やらされてるって言い方してるかもしれないですけど、まあ、やらされてるんですけど、もうすでに結構、はい、もう、というかやらされてるんですね。やらされてます。それこそ新体制の時とデジッチの時に、うん、ああそうか、まあ直人もやってるから、うん、誰だなんて直人もやってる、誰よこれも直人もやってるから、はい、まあそれはしっかりとやっぱな、それ直人って今呼ばれてることにちょっとこだわ、なんかご不満なんですか？いやまあそうですね、ユニフォームのここに自分で神って選ぶぐらい神で浸透してるはずなんで、それでナオトって言われてるとね、ちょっと神が浮きますよね、逆に。そうか、でもまあちょっとキャラクターを求めるといじられてるキャラで羨ましいなっていうことなんですね、うん、普段からなんかもういじられ、いじりやすいタイプなんですね、やっぱり、うん、なんかやっぱ人気者っす。みんなから確かに全然変わってくる意味が。そうかも、うん、なんで人気なんでしょうね。見てくださいよ、もうそれ。そういうことは練習中とかも困ってねえよ、今考えてんだよ。困ってるじゃん、まあ、練習中にこうしっかりとこうアドバイスをできるとか、うん、神に関してはそういった意味でもやっぱピッチ外に離れても、うん、こう神福本選手のところに
集まるっていう、こう、いや、そんなに人気いや、自覚ないです。その自覚がないです。やべ、自覚ないじゃないですか、そういう人って。うんうん、集まってくんなって思わないじゃないですか、一人に。俺の真ん中集まってくんなみたいな感じ思わないじゃないですか、別に。確かにね。はい、で、なんか逆に、あれ来ないな、みたいな。逆に来ないなっていうふうに言う。来ないんですか？来ないなって言うと、それなんか、やばいやつだと思われる。寂しいな。でもなんか、まあ、ないでしょ、これ。来ないな。ちょっと待ってるんですね。いや、来たら喋るけど、別にそれもすら来ないから。まあみたいな感じありますけど、神の場合はこう来るんで、やっぱピッチ外離れてもこうやっぱクッてくる。なんかそう、だからそういう空気感をまとってる方なんですよね。今見ても優しい空気で。いや優しい、はい。それなんでノートって呼んだんですか？ピッチ外なんで。練習中はでも神ですよ。はい。パッて言いだよ。ノート神のあれですか？神。短いからね、はい、一文字。神パス。何ですか？それナオトパス、いやでもナオトパスちょっと言いづらいですね。ナタナタスってなっちゃうから。なんでオフはナオトって呼びたい？ゆっくりこうナオトって言うんで、ナオト神じゃない、神って言わないじゃないですか。ナオト神って言いづらい。このこだわりちょっと今あんま分かんないんですけど。ないです。まあまあこれが丸山、これが味です。味神福本ナオトの。